K1 カレッジで準優勝の実績を持つ西島京平が12日に自身の X を更新。当該顔面骨 CT と MRI 写真を公開し、胸骨突起、あたりが骨折していることを明かした。写真、当該顔面骨 CT と MRI 写真を公開し骨折を報告した西島京平21歳の西島は8日、朝倉未来が社長を務める格闘技エンターテインメント。 ブレイキングダウンのスピンオフ大会、ブレイキングダウン9.5のフェザー Q1 マッチ 63kg 以下に出場。と、シゾーと対戦し、ダウンを奪い判定で勝利していた。キックでプロを目指している西島はこれでブレイキングダウン参戦後に連勝。4日が経過したこの日、西島は、見事に折れてました、と報告。治療方法についても、手術が必要らしいです。 と説明しこれはオスです怪我の真相は YouTube で載せると思います、と記した。この報告に、ファンからは、虎之助戦に引き続き、と志蔵が爪痕残したってことですね、お大事にしてください、10本戦万全の状態でできるようリハビリ頑張ってください。手術が無事終わることを願ってます、とエールを送る声などが寄せられた。